はい、皆さんこんばんは、江夏画廊の江夏です。ですね、今は、私和歌山の方に来てるんですけれども、近鉄百貨店の和歌山店ですね、こちらの山本宗平絵画展の、飾り付けをちょうど終えたところです。今回はですね、水彩画と、油彩画と両方を展示する、企画展なんですけれども、ちょっと前の水彩画からちょっと新作の作品までいろいろ展示しています。こういうねデッサンの作品、そして、こういう水彩画、こういろいろ揃ってます。これね生物画、お花の作品もねとても素敵ですよね。で、今回、DM で使わせていただいたのがこちらの作品ですね。秘密の箱というタイトルなんですけど、ここにね DM になってますけれど、こういう感じで飾り付けを終えたところです。こういう素敵な女性像もありますし、こうちょっとね昔懐かしくなるような、こういうワンシーン描いたものがあったりして、椎茸描いてくれる作家なかなかいないんですよ。本当椎茸冥利につきますね、こういうの、はい。こういう感じでね、いろいろ作品展示してますけれども、ちょっとこの江夏画廊チャンネル和歌山の方でちょっとご覧いただいている方がいるかどうかわからないですけど、こういう感じで山本宗平画伯の個展やってますので、今回はそちらのご案内でした。会場でお会いできるかどうかわからないですけど、1週間頑張りたいと思います。またグルメ動画も撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。さようなら。